この東京にある花菖蒲、江戸花菖蒲です。で、花菖蒲の種類にですね、江戸、肥後、伊勢と3種類。で、もう一つ、山形県のですね、長井市に長井古種というのがあります。あやめか、すぐあやめかなんですけども、まあ、東京で見られるのが江戸花菖蒲です。この江戸花菖蒲と肥後の違いです。江戸花菖蒲、まあ、皆さんの目の前にある花菖蒲、葉っぱが直立します。で、花のところまで葉っぱがいってます。これが江戸花菖蒲なんです。で、伊勢とか肥後はこのように花びらが下がってます。それからアヤメ科のですね、種類、これだけあるんです。ここにずっと並んでますけども、一番この見て右の方はこう乾燥です。乾燥に強い。で、こっちの方は湿地に強い。希少部っていうのはもう今咲いてますよね。どっかで見たことあるんですけども、これは等倍で書いてありますが、大きさですから、花菖蒲一番花が大きくてでかいんです。で、シャガは今年は3月に咲き始めました。早いです。春に咲く花は、よく天気予報でね、今年の冬は暖かいから花が早いはずです。桜前線なんか言います。それはちょっと間違いなんです。今年っていうか、今期の冬、12月ですごい寒い時があります。春に咲く花は寒さで刺激されるんです。それで1月2月すぐ暖かくなりました。だから12月に寒さで刺激を与えたんで、今年早いんです。全ての花が早いですね。それから秋の花は夏の暑さに刺激されて開花促進するということなんで、それをね、見ていただく花のね、あれが分かると思います。それから季節の花の色なんですけども、早春は黄色い花が多いんです。福寿草とか蓮華とか、まあそこにもちょっと例外の黄色いのがあります。早春は黄色が多いんです。で、春はピンクの花が多くなる。で、新緑の緑の世界になります。それが終わると、この梅雨時です。梅雨時は青とか紫、まあ、このご覧のように青とか紫、紫陽花もそうですよね、とか咲いてると思うんですけど、青とか紫の花が多くなります。それから真夏は原色の花が多い。真っ赤とかオレンジとかね、白とか。まあ、例外もありますけども、そういう見方で季節の花を見るということ、花を見てきれいだなじゃなくて、季節ごとにどういう花があるのかということを感じ取ることもね、日本人としていいと思います。菖蒲には真ん中に葉脈があります。見えますよね。これ花菖蒲にもあるんです。ですから花が咲いてないときに菖蒲と花菖蒲の見分けがつかないんです。見分けつかなかったら、ちょっと葉っぱを折ってこう香りがします。それが菖蒲だなと思って。で、向こうの方に柿姿がありますけど、ご覧のように葉っぱが大きくて真ん中に葉脈ないでしょ。この中麓があるのは花菖蒲と菖蒲だけなんです。あとはみんなのっぺりとしてるんです。そういう見分け方がね、葉っぱでもできるということ。それから菖蒲っていうのは、名前は菖蒲なんですけども、武将はね、菖蒲、勝ち負けの勝負っていうことを縁起担ぐんで、これはここにある兜は秀吉の兜なんです。これは勝負の葉っぱを模してるんです。勝負に勝ちたい、勝つって意味で、こういう派手なね、まあ昔の武士っていうのは、大将はすごく派手なね、兜を作ってましたけど、これが秀吉のね、兜ですね。これちょっと終わりかけなんですけども、ここにですね、ここにほら、
おしべが、破損を出すときおしべがこれ、こうやって隠れてる。これで。隠れてるから、受粉しにくい。だから、まあ、ちょいちょい飛んでますけども、香りがないから、昆虫があまり来ない。自家自噴ですね、この花勝負。それから花勝負、これ花が終わると株分けします。株分け、7月に株分けします。株分けしてまた植えるんですけども、花勝負って意外と丈夫なんです。で、あのだいたい下から20センチぐらいバッサリ切って植え出しします。それからあの球根があります。それがどん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 先にこういう花が咲いたら、また伸びていますから、どんどんどん真ん中が空いてきちゃう。あの、カッパの頭の時になっちゃって、4年に1遍ぐらい植え替えしないと、もう根詰まりしちゃう。で、やります。で、カッパの頭みたいになってるから、そこにカルガモンね、卵もとか。私が水元にいた時には、あの、ノウサギがいましたね、その中に。だからパーッと飛び出していきますけども、ね、これがあの里芋科の水芭蕉で、勝負も平成28年までは里芋科だったんです。それが28年以降、勝負科っていうのは新しく作っちゃった。だから私ここで説明すると、水芭蕉の皆さんね、よく知ってるから、ああ、おめでのもんだなと思う、勝負のね、あの水芭蕉とこれとね、似ている。だからまさしく里芋科でね、説明しやすかったんですけど、今それが できなくなって、勝負科っていう、ね、何の変哲もない名前になっちゃったということです。あの花勝負の話題はもう出し切りましょう。なんか質問なんかあったりってことね。はい。この植木方という、あのね、あやめ、あやめがあります。あやめにここにですね、あのクモスの、あの模様があります。これあやめにしかないんです。あやとりの目だから、あやめって名前がここにあります。それから花勝負には花の根元に白とか黄色いのがありますけども、カキツバタには白しかない。黄色があったらそれは花勝負だと思います。それからカキツバタは真ん中のですね、これが直立して高い、大きいです。で、あの花勝負はこのね、花びらのちょっと小さいんですけど、ね、そういう見方。江戸花勝負は平咲きです。平らに咲きます。平咲きと言います。で、あの江戸花勝負は群落を楽しむ、いっぱい咲いてます。で、伊勢とかあの地方花勝負は一輪一輪を楽しむ、大きいです。だから江戸花勝負は江戸時代の、ね、稲瀬な若衆っていう表現です。それから伊勢花勝負は大奥の宮家ですね。伊勢花勝負は大奥のお姫様っていう感じです。ですから花びらがもっと大きいです。6枚9枚が多いんです。大奥のお姫様っていう表現です。で、肥後花勝負は花びらは大きいですけど、咲いたらカクンと落ちます。紙芝を着てるような感じということで、武士に例えられるんですけどね、肥後花勝負、そういう花のね、特徴があります。ですから、あの東京にはですね、あの明治神宮とかいろんな花勝負のところありますけども、あの
花菖蒲は癒やし現象を起こします。ですから花菖蒲の、名称は廃れてるところが多いんです。それは土を入れ替え しないとかですね。本来ならば花菖蒲終わったらここにトウモロコシを植えるんです。トウモロコシを植えると根が張るからそれで土が改良されるんです。こう来たとトウモロコシがなかったら上にを払いもでしろなんて言われるかもしれない。本当はそういうことなんです。ですからここは終わってから堆肥を、ね、少し仕組んでるんじゃないかと思います。あまり堆肥を入れるとですね、あまりこれ花菖蒲は栄養はあまりいりません。栄養型ですと葉っぱの下が茶色くなってます。あれがちょっとあそこにもありましたね。あれはちょっと部分肥料型なんです。だから私がよく花菖蒲を植え替えするときにですね、めんどくせえって株を庭の脇にほっぽり投げて埋めないんで、そしてそこから根が出て来年ちゃんと咲くんです。で、今日当たりがあれですけども、日当たりがそこのもみじがこっちに日がちょっと陰ります。陰るところはちょっと葉の土が悪いんです。そこも葉っぱ悪いんですね。ですから日当たりが花菖蒲日当たりが良くないといい花が咲かないということです。いけないことどんどん削るのがいっぱいあると思うんですけど、そういうことでね、一応終わりにさせていただきます。ありがとうございました。